どうもでですのびチチャンネルのコーチでございますえー、っと今日もねえー、っとギアのご紹介ですけどもえー、っとこちらいつもお世話になっているねえー、っとアウトドアライフショップピーロさんこれまあ地元の、えー、っとアウトドアショップなんですけどもあの隠れ家的存在のねかなりいいお店ですいろんな、えー、っとギア で店長自体がね結構、えっと、こういうアウトドアがアウトドアギアが好きでねいろんなあの新作とかをすぐに入れてくれるんで結構ねあのその辺では売り切れてる商品とかも結構あるお店であまりね教えたくはないんですけどあのお店で購入していただくことを望んでますんで紹介の方していきますでねこのピーロさんの方でね 今回頂、えー、い,いてきた商品なんですけども、えー、とまず一つ目、えー、と大人気こちらヒノトソットーさんですね、えー、新富士バーナーの、えー、とこちらの商品ですこれあのー、僕まあ昔紹介してないとは思うんですけどもスノーピークさんの えーと商品でこういった商品ありますよね、えー、とちょっと名前で忘れしたんですけどもまた探して一回そちらの方もアップしていきたいと思いますそちらを2つぐらい持ってるんですけど、あのー、今回こちらをちょっと購入してみましたなぜかっていうのはまた、あのー、この後の動画で多分分かってくるとは思うんですけどもこちらが1点ですそしてねもう1点こちら えとこれが UPI さん、あのー、今何、まあ、あて言うんですかね結構大人気の、えー、とトナーカイの皮とか、まあ、一番代表的なもので言いますとレンメルコーヒーとかを扱っている、まあ、あの卸元さんなんですけども、えー、とそちらの方から出ました、えー、とククサ。 作るキットですいろんなねあのメーカーさんが出してるんですけどもあのー、まあなぜ僕がこれを選んだのかと言いますと、まあ、以前の動画でも多分動画上げてるんですけども、えー、と本間のククサ、あのー、白樺でできた草なんですけども、えー、そちらの方をちょっと、えー、いただきましてそれを使用してるんですけどもそれを見た、あのー、うちの奥様の方が。 あまりにも塩辛いからあれでは飲めないということでちょっとうまあほんならじゃあ作ってみたろうやないかということでこちらの商品購入してみましたよいしょこれちょっと開けていきますねはいこのようにねえー、っと手作りク,クサっていう形で、えー、っとの説明書みたいなものが 入ってますで作り方大体の作り方がおよそ載ってますねでこの材なんですけども、えー、っとこちらの材自体は山桜まあそこそこ硬い木ですよね国産でもあのヒノキとかああいったのよりやっぱ作業はしにくいと思いますでまあヒノキのククさもいいんですけどもやっぱりね あのー、ククサ自体はやっぱちょっと硬い木の方がいいっていうことで僕は山桜の方を選ばせてもらいましたでまああのー、いろいろな形色ね木目こういった形ですねがあるんですけども今回ね、えー、っとピロさんの店長さんオーナーさんご協力のもと えっとかなりいいね木,木目が入ったものを数個数十個の中からちょっとね選ばせていただきましたこういった形ですねちゃんと玉木真ん中入ってますよねこれいいですよねここがちょっとね気に入ってこれにしましたでこれをねえー、っと作業していこうと思いますまたその辺もね 作ってる工程とかもちょっと動画の方上げれたら上げさせてもらおうかなと思ってるんですけどまあちょっとねいかんせんあの仕事を持ちながらやってるもんでえー、っとどういう作業工程になるか分からないですでこちらが先ほどの新藤バーナーさんのえー、っと火のとこれもちょっと開けていきましょうかこれも大人気で な,んかなかなか買えなくて中性販売とかしてるところもあるみたいですねたまたま僕も行ってたまたま買えましたこれは結構ねピーロさんも今人気であのー、新入荷新商品すぐに売り切れてる状態なんでこういった形のものですねでこれのいいところっていうのが あのー、この充填のタンクがついてるっていう点ですよねこれ多分まだガスタンクは空なんでしょうけどえー、っとこれですこれが充填用の充填式タンクですよねでこれも意外にありがたい、えー、ちょっと開けますねよいしょ 結構ねまあそこそこ分厚いですかねこれまあ,あのホームセンターとかであの違うもの買うできても代用できると思いますけどもえー、っとホヤカバーになっていますあのスノーピークさんの場合はあの専用のケースがあるんですけどもまああの新外外さんは新富士山ねの場合はこういった形で。 ダンタンカバーみたいいなのがついてますねでこれねえー、っとこの状態で一応えー、っと CB 普通のカセットコンロに使っている CB 缶でキャンプとかで使われるえー、っと OD 管の方でそれに、えー、っとガスライターとかで使われるガスをここに充電することができるんですよでもちろん CB 缶 もう充電できます。で、OD 管だけ、えー、と専用のアダプターが必要になってきますそれでこちらの方に充填してこれを取り付けて点灯の方ができるとで火力調整はここのダイヤルがあるんですけどもこの黒いダイヤルを回して火力の方を調整するこの辺はねあのー、スノーピークさんと 同じような構造になってるんですけどもあのスノーピークさんの場合はこの下に穴がありまして、まあ、そこからあの風が入ったり、まあ、これもこの中にね一応ちょっと画像では見えないと思うんですけども空気の取り入れ口があるんですけども点火方法としましてはまあ上から点火する形にしかならないんですけどね。 まあこういった商品。なぜまあ僕が僕をこれをちょっと手に入れたかっていうのは後々分かると思いますちょっといろいろねカスタムの方していきたいなと思ってでそれを友人がえー、と今こちらの方に送ってくれてるんでそれでちょっとこちらの方を持ってないと意味がないので入手の方してみましたその辺ねまたあのー 動画の方上げていきますねなんでこれを購入したかっていうまあ非常にいい商品ですよねあノクターンかノクターンっていうスノーピークさんのブランドメーカー、あのー、アイテムがあるんですけどもあのー、それも、えー、ネルデザインさんとかと一緒ネルデザインワークさんかなからあの二股とか三股出ててそれをつけたら すごいなそれをつけたらあの灯せるんですけどこれはこれもまあいけるとは思うんですけどね同じ口なんでまああ,のあとはどちらが好みかっていう点やとは思うんですけどもこれの場合は、まあ、コンパクトに収まりますよね OD 缶に挿すこともできるしこちらのガス充電式のタンク で運用することができるんでこれはかなりコンパクトですねあのー、スノーピークさんのノクターンって OD ンにつけないといけないんで下がやっぱりずんぐりむっくりになってしまって場所取るんですよねその点これはまあテーブルの上とかにちょんと置いとけるっていう部分でねかなりコンパクトですよねこれぐらいの大きさですねまあよかったらあのー、ショップさんとかで探して購入してみてください それではねこの動画が参考になったと思う方はチャンネル登録高評価よろしくお願いしますはいそれでは次回の動画でお会いしましょうさよなら